今日机も二刀流です金箔が吹いても剥げない国産仏壇お仏壇の販売が転職長田 後期でございます、えー、2018年9月の10日、今ちょうど5時42分でございますですね。今日の朝動画でございます。あの昨日、実はですね、お客様がご来店いただいて、今日机をご,、えー、ご注文いただきました。こ,っちこういう感じですね。これお仏壇の前に置く机でございます。実はお寺様がですね あのよかったら棒1個買ってきてはいよと、あのお経本、やっぱお,お坊様が来られた時にお経本を置く代が欲しいとのことでですね、あのでちっちゃいのありますかということでご覧いただきましたあこれがございますよという形でですね、あの、えー、こちらですね、こちらは師壇帳の方うですね、えー、こちら、あとこれが2万8000円と消費税別という形になっております。でこちらが 3万2000円と消費税別、これは漆と金ですね、こちらのこれ,これはお,客あのお仏壇のタイプに合わせて、ですねやはりお仏壇はですね2つあると便利なんですよ。特にあの まあこれからもうすぐお彼岸が来ますけどですね、もうお盆、お彼岸、お正月、お供え物の料理乗載せたりですね、もちろんあの正式にはお,お坊様がおっしゃるようにお経報告代ですね、あといろいろ料理を載せたりとかですね、あとお正月、鏡餅を乗せたりとか、とても便利でございます。はい、で、えー、こちらありますね。 えー、ありますけど、先ほど見,せ見ていただいても、2万8000円と消費税で、幅が42、奥行き24、高さが28ですね、あのですから、あといろいろ、あれより大きいのいっぱいあのございますので、一つよろしくお願い申し上げます、で熊本市内、無料配達いたしますので、特に高齢者の皆さんはですね、これ、大きくて重いですからですね。 ですから、もう我々が無料でお自宅までお届けいたします、もちろん組み立ててお届けいたしますので、一つよろしくお願い申し上げます。やはり、あのお仏壇の前の机ですね、京机、教本机、2つあったら便利でございます。はい、では、ここまでですね、この動画を見ていただいて誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の何かのお役に立てれば幸せでございます。 皆様の開運ご発展心よりお祈り申し上げます。